それじゃあ、これ先にお風呂入ってくるね。いってらっしゃい。待つんだ、ペケッツ。くれぐれも気をつけるんだぞ。気をつける？どうして？お風呂っていうのはな、決して気を抜いてはいけない戦場なんだ。なんだって。というわけで、お風呂でミスった瞬間発生スタート。またこの茶番が始まった。お風呂ってあったかくて気持ちいいね。あらら、おしっこしたい。トイレに行き忘れた時、体を拭いて服着てトイレ行くのってめんどくさい。ミスったの星4つ。今日は寒かったな。さて、シャワーで冷え切った体を温めようっと。自分だ。お湯じゃなかった時、あったかいお湯が出ると思って浴びる冷たい水ほど恐ろしいものはないよね。ミスったの星5つ。モテる男は髪のお手入れも欠かさないのさ。ん、なんかいつもと手触りが違うような。あ、これボディーソープだ。ボディーソープで髪を洗っちゃった時、間違えるとなんか髪がキシキシしちゃうんだって。ミスったの星5つ。あ、髪の毛キシキシするぜ。シャンプーシャンプー。ん、あれあれあれ、シャンプー切れてる。シャンプーの中身が空っぽの時、詰め替えるのって面倒だから、ボトルの中に少しお湯を入れて薄めて使いがちだよね。ミスったの星4つ。はん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 、今日のおやつ美味しかったな。ふん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 、お風呂出たらゲームしって YouTube 見て。あれ、僕シャンプーしたっけ。髪の毛洗ったか忘れた時、他のこと考えてたりぼーっとしてるとどこまで洗ったか忘れちゃうんだよね。そういう時はだいたいもう一回洗うよね。ミスったの星3つ。さーて、そろそろお湯溜まったかな。栓するの忘れてた。お風呂の栓をしないでお湯入れてた時、お風呂に入れると思ってたのに、お湯が溜まってなかった時の絶望感は半端ないよね。ミスったの星5つ。うわー、いい湯だった。さーて、体ふくわっと。あれ、バスタオル、バスタオルどこ。タオル忘れた。バスタオル用意するの忘れた時、体が濡れたままバスタオル探さなきゃ。だから寒いし部屋もびちょびちょになっちゃうんだよね。ミスったの星5つ。ふう、気持ちよかったぜ。って、あれ、床に敷くやつない。床に敷くやつを忘れた時、バスタオルで足を拭けばいいからダメージは少ない方だよ。ミスったの星2つ。ふう、さっぱり。やっぱりルインチのお風呂は気持ちよくて天国だぜ。さーて、パジャマ着よっと。パンツパンツって、ん、あれ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 、しまった。どうしたのゴーンジ。敵でも出たの。パンツの替え忘れた。ああ、それはミスったね。ゴーは今日はノーパンです。マルト、パンツプリーズ。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しない。